飛べの新たなエンターテインメント形態。平野仕用の再デビューは K-POP 路線で、ジャニーズを超える可能性。飛べの戦略と成功の舞台裏を解説。ジャニーズ事務所を退所し、飛べに新たな挑戦を告げた大統率樹。彼の介入が、飛べに新たな才能をもたらし、ジャニーズからの流れを作る可能性が高まった。同じく飛べに加入した元キング。 リンチェの平野市洋学校、K-POP 路線再デビューに挑むことが注目されているアーテイル。本校では、平野市洋の再デビューに際しての飛べの戦略や、その舞台裏に迫りつつ、彼らが目指すジャニーズ潰しの可能性を検証していく。飛べの新たな舞台、滝沢秀明氏が設立したエンターテイメントカンパニー飛べは、元 V6 の三宅県。 そして平野潮と神宮寺雄太を加え、次々と新メンバーを発表している。大統立機の加入により、ジャニーズ事務所を退所した才能あるジュニアたちが戸部に集結する傾向が見られ、これが新たなエンターテイメントの形を築く一翼を担うことになるだろう。ジャニーズからの流れ。大統立機はジャニーズ JR としての活動を経て、戸部に移籍した。 ジャニーズ JR うちのグループには所属していなかったが、舞台やテレビ番組への出演などでその才能を発揮していた。芸能事務所関係者によれば、滝に、と呼ばれる滝沢氏のお気に入りであったとされ、その加入により、今後もジャニーズを退場してトベに移る才能あるジュニアが増える可能性が高い。トベの資金力とファンクラブの成功。トベは三宅健。 平野市洋人宮寺雄太、そしてイムプへのファンクラブを通じて莫大な収益を上げている。それぞれのファンクラブの入会時に6200円の会費を徴収し、すでに30万人以上の会員を抱えているとされる。これにより、飛べ派18億円以上の資金を手に入れており、これを制作費としてクオリティの高い作品を次々とリリースしている。 この成功モデルが、ヒラ仕様の再デビューに向けての布石となっている。ヒラ仕様の再デビューと K-POP 路線。ヒラ仕様は、元キング、リンチェのメンバーとして知られジャニーズ時代は CD デビュー機会を得られなかったタップ。しかし、とべに移籍してからは、K、K-POP 界で有名なクリエイターたちとのコラボレーションを果たし、デジタルシングル、クルージン、クルージン。 で、世界配信デビューを果たした。楽曲は強力なタッグの下で制作され、その背後には平野の K-POP への思考が伺える。関係者によれば、平野はもともと韓国の事務所入りが噂されていたが、従来のジャニーズの楽曲の路線ではなく、K-POP 路線でせめて、ジャニーズ潰しを狙っているという、飛べの戦略と音楽業界での展望。 トベは、ジャニーズ時代に CD デビューできなかったイムプエの7人も介入させ、デジタルシングル、クルージンで念願のデビューを果たした。この戦略の一環として、トベ派系ポップ界で有名なクリエイターたちとのコラボを重ね、高品質な楽曲を制作している。ファンクラブの成功により資金を調達し、その資金を楽曲制作に充てることで、 トベは音楽業界での快進撃を続けることが予測される。平野市用の再デビューによって、トベの楽曲はさらに飛躍的な成功を収めることでしょう。滝沢秀明氏が率いるトベが新たなエンターテイメントの形を模索する中、ジャニーズ事務所からの才能あるメンバーの流れがトベを一気に注目の舞台へと押し上げている。特に平野市用の再デビューにおいては、 K-POP 路線を選択し、ジャニーズの常識を覆す可能性が秘められている。トベの資金力とファンクラブの成功は、彼らの音楽制作において大きな強みとなっており、これが今後も彼らの快進撃を支えることでしょう。音楽業界に新たな風を巻き起こすトベと平野潮の今後の活躍に期待が膨らむ。